名古屋市立若葉中学校は、愛知県名古屋市北区園町にある名古屋市立中学校。校章は、校名より、弱と中の字を組み合わせ図案化したものを使用している。1947年4月1日、大曽根国民学校の在校生及び、名古屋市立飯田小学校、名古屋市立下飯田小学校の卒業生をもって、名古屋市立若葉中学校として創立された。 校舎は、飯田小学校に閉地された。翌1948年12月13日、高知を現在地に移転し、さらに翌1949年には、前日に小学校に加え名古屋市立名北小学校、名古屋市立杉村小学校を東高通学区に編入した。移行数度の学区域変更を行い、現在は名北。 杉村両小学校区の生徒を受け入れている。1947年、佐々木健1949年、加藤英介1952年、早川兼九1961年、藤崎文夫1963年、富田吉九1967年、松本達夫1973年、下山悠九1975年、 戸松茂聖1979年、宮部里志義1982年、長谷川進1985年、鶴見戸島佐1990年、井出原子1992年、伊藤光小とぶき1994年、村上博彦辻忠行事等の日程は2013年度通学区域は以下の通りである。愛知県小中学校誌によると、 生徒数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。